大谷さんお久しぶりの41号スター。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場、6回の第3打席に41号ソロを放った。実に9試合ぶりとなる目覚めの一発で、今季自己ワースト8戦連続ノーアーチの長いトンネルをついに脱出して3試合連続安打を記録。依然としてシーズン 55.8 本のハイペースを維持して、再びアリーグ本塁打王に向けて独走態勢に入った。飛距離 136.5 メートル、約137メートルの特大弾だった。完璧やったな。昨日の段階で打球かなり良かったし、今日は低めのギリギリチェンジアップ見逃せてたから打つと思ってたわ。はあ、やっとか。なんか体感1ヶ月くらいかかった気分。昨日の二塁打も惜しかったし、これからまた量産しそうだな。登板開始するって聞いたからなんとなく打つ気がしてた。ただまたしてもソロなんだよな。もみ役がゲッツーにならなければ。もう大谷の個人成績しか興味ないんだから、全打席分回せばいいよ。あと2日くらい休め。